サンプル氏が教えるミシンの天秤の仕事ということでね、ミシンのこの上がったり下がったりしている天秤、これねすごい重要な仕事をしてるんですね。そのミシンにもついているので、この動画を見終わった後に自分のミシンを見直してみればね、ほんまやって思っていただけると思います。で、自分のミシンを大事に扱うのにつなげていただければと思っております。さあ、それでは早速ね、何かいらない布か革かをこうミシンで縫って、でそれをねスマホを使ってスローで撮るとね、ちょっと撮ります。こんな風に動いてますね。まずはね、針の動きに注目してみてください。上がるのも下がるのも同じ速さで動いているのがわかるんですけども、それに対して天秤、ちょっと上の方で上下してるやつ、ゆっくり下がって上がるときは勢いよく上がっているのがわかりますね。針とは全然動きちゃいますよね。もっとよく観察すると、針がこの皮に刺さって抜けた後に天秤が勢いよく上がっていくタイミングになっています。針が抜けた瞬間、天秤がピョンって上がる感じ、抜けたピョン抜けたピョン抜けたピョンみたいな感じですね。はい、こんなタイミングになっています。これで針と天秤の動きは分かったと思うんですけども、一体何をしてるのか簡単に言いますとね、針は糸を持って布や革に刺さって抜いて刺さって抜いてというふうに、針は糸を通してるだけなんですね。通してるだけっていうのがどういうことかと言いますとね、糸を通してるだけやとこうなります。締まってない、本当に糸が通してるだけというような具合になります。これでは縫い合わせれてるとは言えないと思います。で、天秤の仕事はこれをギュッと締め上げる。天秤はギュッと締めるのが仕事。なので、はい、こんな風に縫い合わせることができるんですね。針が糸を通したら天秤が締める、針が糸を通したら天秤が糸を締めるっていうことを一針一針やってるということになります。ミシンの動きに戻しますけども、外押さえね、針が上がって天秤が上昇してる時はグッと押さえが生地を押さえてくれてますね。こういう風に縫うものを固定してくれてます。このね、押さえ、まあこのミシンでいうと外押さえが、この天秤が上昇する時にこうやってね上げてしまうとね、こうついてくるんです。もう一回やりましょう。こうして今から上げるぞいう時に押さえを上げてし、ほらグググッと上についてくるんです。こんなことをしたらうまく糸を締めてもらえないんですね。こうギューッと締めようかとしてる時に、締めようとしてるものがついてきたら全然締めることができないですよね。そういうことと同じになります、まあ、ちゃんとね、押さえが生地を押さえて天秤が締める、生地を押さえて天秤が締めるっていうのを見とったら、なんかようできてるっていうか生きてるように見えたりもします。少し話はねそれるんですけども、押さえをこうね上げて、こうカニ歩きみたいにまっすぐ縫うんじゃなくて横向きに縫ったり後ろ向きに縫ったりとかっていうのを、発泡ミシンはいらないという動画で上げているんですけども、その中の説明でね、針が押さえに近づいたタイミングで押さえを上げて生地や革を操作することができるという説明をしたと思います。このね、
針が押さえに近づいたタイミングっていうのが実は天秤が上昇しきったタイミングになります。糸を締めること終わった、まあ、ミシンはもうその後は自由に扱えるということです。それから他にこう縫ったものをね、外す時っていうのが、まあ、こんな風に今スッと外したように見えるんですけども、このね針がね布とか革から抜けたから、このちょっと上げたタイミング、まだ天秤が下に下がってるタイミングで抜いたのではこう糸が引っかかって実は抜けないんですね。でこれが針が上がったタイミングで抜くのではなく、ちゃんと天秤が上昇しきったタイミング、このタイミングやったらスッと抜けます。あかんか。もう引っかかっちゃった。これ試したら飽きませんね。いかがだったでしょうか。皆さんもねスマホかなんか使って自分のミシンをスローで撮ってみたくなったんじゃないでしょうかね。確認してみてください。今日言った説明になってます。さあこれでお話しすることなくなっちゃったんで終了しようと思います。何かためになったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。